皆さんこんにちは。今回は三国時代が終わってその後のですね南北朝時代について見ていきたいと思います。南北朝時代というとですね、中国が南と北に分裂した時代ということになります。まあ日本でもですね南北朝時代というのがありました。天皇がですね2人立つ、そして北朝と南朝に分かれて争う。まあそういう時代が日本の南北朝でしたが、中国においてもですね、北側には異民族の王朝、南側には漢民族の王朝が立って、南北に分かれる。まあそういう時代があったということです。で、これはですね、三国時代が終焉して、秦という王朝ができました。で、その秦という王朝がですね、結局滅亡してしまうんですね。で、なぜ滅亡したかというと、まあもともと三国時代のことの起こりというのは、清流派官僚たちがですね、自分たちの儒教の理想に基づいた、そうした礼教国家を完璧に作り上げようということで、それを求めていた結果、漢王朝ではなくてですね、それよりもさらに、礼教国家を目指せる王朝を作れるんじゃないかということで、結局、作ったのが、まあ、秦という形になったんですが、まあ、それもですね、皇帝を廃位してまでやったと。しかしながら、思った通りの結果が出ないということで、彼ら、清流派した人たちの間にですね、失望感が広がっている。そもそも理想とする、彼らが理想とする儒教というのを実現しようとして、そのためにですね、忠誠を尽くすべき皇帝を廃させるっていうところに、そもそもがある種の偽善性というか、そういうものがあるわけですよね。自分たちが高い理想を掲げていながらやっていることは皇帝の廃である。しかもその理想自体が達成されていないということですから、まあ自分たちのやってることに疑問を抱き、失望していくというのは当然の流れで、彼らが次第にですね、やる気を失っていって、自分たちの利権というものを囲い始める。そうすると、もともとはですね、官僚制国家を目指していて、次第に形が出来上がっていたにもかかわらず、自分たちのですね、利権囲い込みによって貴族化していくという、まあ、ますます堕落腐敗した状況になっていくという過程において、当然、皇帝、皇室というのも腐敗していくわけで、まあ、それに伴ってですね、清秦という王朝は滅亡した。で、この清秦という王朝が滅亡したときに誰が滅亡させたのかというと、北方から侵入してきた異民族。この異民族というのも、そもそもがですね、三国時代のですね、魏の曹操、あるいは曹丕といった人たちが、戦力を補充するためにですね、異民族を続々と移住させたことに端を発しているわけで、まあ、いわばですね、自分たちで招き入れた異民族によって、滅ぼされると、まあそういう結果をたどっているわけです。で、このようにですね、華北を制した異民族の王朝を合わせて五胡十六国時代という区分をし、江南の方、すなわち長江から南にですね、逃れた漢民族の王朝を合わせて陸朝時代と言います。まあ、北と南で、同一のですね、同じ時間軸を生きているわけですが、まあ、北方を五胡十六国、南を陸朝と、こういうふうに区分をしているので、まあ、時代と書いてますが、年代としてはですね、全く同じ年代をこのように言っています。で、先ほども言った通り、この時代というのは貴族制に変わります。貴族ということは世襲制であり、また血縁、血縁が大変強いシステムになりますので、人間の流動性と人材の流動性というものは低いわけですね。で、彼ら貴族というのは単にですね、お金を持っているとか、権力を持っているとか、それだけでですね、維持するのは基本的に難しいんです。なぜならば、貴族内部においてもですね、自分たちの序列というのを決めたりとか、あるいは、どっちがですね、権力を持って次誰に移すかっていう、そういった決まり事をつけていくためには何らかの基準が必要になっていく。じゃあその基準は何か？能力ではないんですね。能力でやっちゃうと、家柄や血筋がいくら優れていても能力がないとどうにもならんということで、
これは あまり望まれない。では、どのようにして決めるかというと、基本的には減額。これ出てきましたね。以前やった減額、そして儒教。といっても、この二つよりもむしろ大事なのが文史、すなわち文学や歴史といった教養になります。こういったものの積み重ねがあるかないかで、まあ、序列が決まっていくということです。まあ、先ほども言いましたが、基本的には教養というものが尊ばれて、すぐに役立つですね。そうした、まあ、以前寛大でやったようなテクニカルな儒教というものの地位は後退していく。能力主義よりも教養主義が高まったことによって、儒教は相対的に後退をし、言学や文学、歴史というものが重んじられる。まあ、そういう時代になっていくわけです。で、原儒文史について見ていくと、言学についてはこの時代、列子中というものが作られている。というのが一つ注目されます。まあ、列子というのは列御公という思想家で、彼はですね、戦国時代に存在していたと言われる、老荘思想系の思想家なんですが、まあ、実際この列子という書物、あったようなんですけれども、どうも、唐の昔に散逸していたようで、で、これをですね、発見したと言って、それに注釈をつけて出されたのがこの列子中なんですが、これはおそらくですね、この当時に偽作されたものであろう。つまり、この当時の人がですね、勝手に列子を作って、で、それに注釈をつけることで自分たちの主張をしたんであろうと言われている。で、これが作られたということは、いかにですね、この時代、列子のような老荘思想や言学に寄せた思想というものが尊ばれたかということを示しているわけ。で、その他に儒教の側で言うならば、論語偽祖というのが王眼によって出されています。で、この偽祖というのは、もともとはですね、仏教の法話などで、お坊さんがですね、お経について様々な議論をする、法話をするということをノートに取ったようなものが、この偽祖というものになります。で、儒教側としてもですね、まあ、儒教側というか、儒教に対して、こうしたですね、偽祖の学問というもの、すなわち、お師匠さんなり誰かなりがですね、いろんな講話をして、講義をして、まあ、それをですね、まとめていくといったようなスタイルが入り込んできて、論語にも論語偽祖というものが出てきた。まあ、こういったことも一つ特徴として挙げられます。つまり、この論語偽祖のようなスタイルは、経本文、すなわち我々がよく知ってるですね、論語の本文があり、そして、昔から積み重ねられてきた注釈がついている。それを読むための注釈ですね。で、さらにその注釈や本文などについてですね、いろいろ講義したような偽祖がついてくると。まあ、こういうスタイルになっていると考えればいいでしょう。で、文学歴史の書物がですね、こうした衰退していく儒教から次第に独立していきます。まあ、司教であるとかですね。まあ、あるいは春秋といった。もともとは経学の中に含まれていた文学や歴史というものが独立したジャンルとして出てくるわけです。そして大規模に増える。まあ、例えばですね、土曜という将軍がですね、人中においたり、あるいは指定においてですね、春秋という書物をよく読んで研究した結果、出されたですね、春秋冊子伝というものの失敗というものがあります。ああしたものは、春秋というものを経学というよりも歴史学としてですね、研究していこうと。そういうスタイルで書かれていますし、そうした歴史を歴史として見ていこうというような。まあこれも教養ですよね、一つの。政治に役立てようとかなんとかっていうことよりも、むしろ一つの教養として行っていくようなスタイルが出てくる。で、それと同時に貴族たちは、政治に対する関心、社会に対する関心というものを相対的に失っていきますので、彼らの関心が仏教や道教といったものを中心としたものに変わる。つまり、自分自身の人生の悩みとかですね、あるいは、自分が死んだ後どうなるのかとか、自分のこれからのですね、運命はどうなるのかとか、まあそういったような個人的な問題に集中していくと
といったような動きを見せています。面白いのはですね、政治の動向、そしてそれに携わる人たちの関心といったものに連動する形で、思想といったものの扱われ方も変わっている。で、思想の価値というのがですね、相対的に、まあ、寛大に比べるとですね、後退していく。思想主導から政治とか貴族主導に変わっていくことによって、こうした儒教の価値が相対的に低下をし、歴史や文学が独立していった。まあ、こういう流れを一つ押さえておくと良いでしょう。で、そうした仏教の交流という点で見ていくならば、この時代の仏教というのは閣議仏教というふうに捉えられていることに注目する必要があります。まあ、仏教自体はですね、もともと前漢の終わりぐらいに入っていたとされています。前漢の終わりぐらいに入ってたってことはですね、大体200年近くですね、仏教が入ってから経ってるはずなんですが、漢代には仏教はほとんど流行ってないんですね。それはなぜかというと、漢帝国というのが基本的には礼によって完璧に統治されていたシステムを目指していて、しかもそれがある程度うまくいってましたので、人々は帝国がですね、作り上げた生活スタイルであるとか、システムの中で生活をしていると、それほどですね、深刻な人生の悩みというのにはぶつからなかったわけです。しかしながら、三国時代の戦乱を経てですね、あまりにも理不尽なことが起こりすぎる。どうあがいてもですね、救われることがないという深刻な絶望が広がるに従って、仏教のようなですね、それに答えを出してくれる、そういった宗教が人気を博してくるわけですね。どうして自分はこんなに不幸なのか、どうして自分はこんなに理不尽な目に遭わなくてはいけないのか、と言ったような悩みに対して仏教がですね、例えばあの世の話をしたりとか、因果応報の話をしたりとかということが大変魅力的に映ってくるわけです。で、貴族たちは自分たちがですね、行った理想というものの挫折によって半ば自暴自棄になり始めていますから、当然こっちに惹かれていきます。で、そうした中出てきたこの閣議仏教というのは、インドのですね、仏教、これはサンスクリット語とかで書かれている仏典なので、当然そのまま読むことができませんし、あるいはですね、仏典に書かれているインド哲学の内容というのをそのままいきなりやれと言われてもよくわからないわけです。従って、もともと中国にあったですね、思想に引きつけて、まあ、この仏教の議論というのは、老荘思想のこの議論とすごく似てるよねっていうふうに、自分たちがすでに分かっているですね、議論に引きつけて説明するというのが、この閣議仏教というものです。まあ、有名なですね、閣議仏教の思想家として出てくるのが、まず最初にそこの太字で書いてあるシトンという人。これは南朝の東晋の時代の人ですが、彼は商用論というものを表しています。あるいは孫釈という人も出てきてましてね、彼は、論語中とか湯道論、天台散布なんていうのを出してますが、彼のやり方というのは、太字に書いてある三行一致というもので、儒教と仏教と道教、あるいは老荘思想、言学といったようなものを含みますけれども、こういった教えは全部同じことを本当は言ってるんだという形で議論、仏教を紹介していきます。つまり儒教のこの部分は仏典に書いてあるこの教えに近いよね。あるいは老荘思想のこの教えは仏教のここに近いよね。まあ逆もまたしかりで、そのようにして仏教をですね、すでにシェアをですね、奪っている。ほとんどのシェアを独占したり、あるいは寡占状態にしている儒教やですね、老荘思想、あるいは、まあ、言学のようなものの中に、食い込ませていくわけです。三行一致を説いた、この時代の三行一致を説いたのは、基本的には仏教をいかにしてですね、中国の思想的な視野の中に食い込ませるかということにあります。で、そうすると当然儒教や道教側から、あるいは老荘思想側からですね、反発が起こってくるので、宗友という人が愚妙宗、道仙という人が公愚妙宗という形で、その後ですね、この儒教、仏教、道教の論争というものを網羅的に収集していきますが、まあ、思想のぶつかり合いであるとか、あるいは融和といったような動きが出てくる。まあ、これが、
南北朝時代の基本的な流れになってきます。で、ここからさらにですね、仏教や道教といった、まあ、宗教の時代になりますので、こうした宗教がどのようにして展開していくのか、成立していくのかといったようなことも見ていきたいと思います。